さあさあ第2部始まりましたけれども、皆さん今日ね、先ほどもお伝えしました、館内ね、エアコンも効いております、涼しくなっております。ただね、やっぱこまめに水分補給などしていただいて、途中でちょっとお手洗い行きたいわっていう方は行っていただいても大丈夫ですし、そのあたりね、自分の体と相談しながら最後まで楽しんでいただきたいなと思います。今日は高校生ねねちゃん歯が欠けちゃったけど大丈夫？その後は最初オープニングの方でお話ししたんですけど、これ本番始まる前にみんなで控え室にいて、一緒にねこう弁当食べたりとかおやつ食べたりとかしてたんですよ。でご飯食べ終わったらちょっとね打ち合わせしよっかなんて話をしておりましたところですね、すごい小さい声で歯が欠けた、歯がって言ってるから大丈夫って言ったら、でも奥歯がね、お母さん連絡した、お母さん連絡したらなんて言ってた、あ、そっか、お母さんも心配かけちゃっていけないからね、でも大丈夫そうなので今日は最後までね頑張ろうね。2人は放送部っていうことだけど、これマイク使えるかな、これ使ってもいいですか、いいですか、ちょっとよし、じゃあこれでお話しよう。放送部に入ったきっかけとかは何かあったの？中学2年生の時に、お母さんが中日新聞を見ていて、なんか放送部ってNHK 杯全国統合放送コンテストっていう大会があって、愛知県大会の結果が新聞に載ってて、私はもともと何かを見たり人の前に立ったりすることがまあまあ好きだったので、お母さんがこういう部活もあるんだよって教えてくれて、でその時に楽しそうだなって先輩みたいになりたいなと思って放送部に入る。なるほどね、そういうきっかけがあったんだ。どうだい、まだ今高校2年生と高校1年生なんですよ。でここもう先輩後輩のね圧がね、大丈夫だった今日、圧の具合は。で今放送部が4人なの、全部で4人いて、で2年生2年生2年生1年生なんですね。で他の今2年生2人はちょっと受付とか他のお手伝いをしてくれてるんですけど、1年生は1年生って呼んじゃってごめんね、1年生は入ったきっかけとかはあったの？入ったきっかけはもともといとこが通っていて、で放送部が強いっていう話も聞いていて、それで興味を持って中体験の頃にちょっと話を聞いたんです、で和太鼓部か放送部どっちがいい、いとこが和太鼓部だけを言うだけっていう和太鼓部に謝れはい、それで放送部に行ったかなっていう。なるほどね、そういうあれがあったわけだ、将来目指していることとかこんな風なお仕事したいとかあるの？学校の先生、学校の先生いいね、なれる気がすると言っておこうねねちゃん何かあるの、将来こういうことやりたいなとか。私はまだちゃんとは決まってないんですけど、バスガイドになれたらいいなと思います。バスガイドちょっといい感じですよね、そんなバス乗りたいですよね。ぜひね2人とも今日はね子供たちにパワーをもらって将来の夢ねしっかりと目指していただきたいと思います。